はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ、いや本当に岡野さん面白かったでしょ。すごかったですね。いや俺もう本当にね、どっと疲れが来たよ。いやもうちょっと笑いすぎましたよ。そうでしょう。もうね、あの人はやっぱおかしいでしょ。いやいや、もうちょっとジョーチャンネルの伝説の回になりますね。いや本当ね、っていうかもう本当にあんな人俺やっぱり見たことないし、もう真面目でしょ。ああ、まあそうですね。もう素でしょ。もう本当にこうそういう嘘をつくのが嫌いな人だし、そういろんなことをねこう話してる中でさ、もう全部真実だから、もっと言えない話とかいっぱいあるでしょ。いやもうね、俺もう本当にね、今日朝から実はね、はい、一緒に行動してるけど、もうあと3年ぐらいいらないね。しばらくもうしばらく岡野君と会わないもん。お腹もうそのぐらいね、やっぱりもう疲れた。もうね顔が痛くなっちゃってここで笑いすぎて、そう本当に過去一笑ったね。本当ですね。そうもうだからさ、もうちょっとごめんね、本当にもう呼ばないから。いやいやいや、そうスタッフから結構ね、もうまたちょっと岡野さん準レギュラーみたいなね。いやいや本当ですよ、定期的に出ていただきたい。そうだけど俺は断る。もうもう本当にもうね、どうしようもない人だよあの人は本当にね。いやだからいろんなワールドカップの、ね、話もね、はい、ちょっとしたかったんだけど、そうですね、もう俺が今日逆にちょっと NG っていう形で、もう申し訳ないけどね、そうですね、ちょっとやりたいなと思ってますけども、はい、いや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 、いやいやいや、まだいたの。まだいるよ、何やってんの。え、なんでもう帰ってなかったの。帰ってないよ、そんなの。まだこれしつこいでしょ、こういうとこもほら。いや帰ってないよ、そんなの。いや、ちょっと今話してたの、今ね。そう、で、フルピーが、うん、もう岡野さんね、ほんと面白いと、でももう3年ぐらい会いたくないって言ってるよ。ねえ、フルピーね。なんでですか。ねえ、ほんとひどいよ、そういうこと言って。いやもう、まだまだありますよ。まだまだありますよ。いやもう時間の関係でもうね、岡野さんもう難しいのかなと思ったんですけど、ちょっとこれ延長戦いけんですか。延長戦いいんですか。延長戦、いや延長戦全員、いやだって延長、ほら、あ、秘密兵器だ、秘密兵器だ。延長戦って俺だから。そうだね、そりゃそうだわ。あーやっぱさすがだね。これハマキとかないんですかね。いやさすがです、本当に。もう本当に俺大好きな先輩だから本当。いや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 、本当ね、若い頃からずっと一緒にいさせてもらってね、はい、そういや本当にで、こういう風に言ってるけどすっごい真面目な人だから。あ、これ言っちゃいけないかな、あんまりこういうところでね。いいんじゃない。いいのいいのいいの。なんかキャラ壊しちゃうかなと思ってさ。いやキャラは別に壊れないし、い大丈夫。いやすごいの本当に。今日もそうだったでしょ。そう、いろんなところ行ってね、ちょっとあれしたんだけど、そう、そこでもね、こうちょっと寝張って気づくともうこんにちはとか ね、挨拶したりさ。すごいよ、この秘密兵器ってやってほしかったよね、あそこでね、いろんな人にね。そうそう、やらないし、やらないね。いやでも延長戦最後ね入ってくれるということなんで、まあじゃあちょっと何を話題でいく。まあそうですね、そしたらやっぱりフランスの、うん、まあ、本戦のところを少し聞けなかったのでね。ああ、まあ、そうだね、ね、まあ初めて世界との肌で感じたわけじゃないですか、差を。まあそうだね、あそこの参戦のちょっとまあ話と、はい、まあせっかくね今年ね、そうですね、もう11月にワールドカップありますから、うん、はい、まあ、その辺の話もちょっとね、はい、したいなと思いますけども、はいはい、まあでも初めてやっぱり本当にフランスワールドカップにね、うん、出場して日本が初めてね、うん、行ってっていうことで、まあ国内もさお祭り騒ぎだったじゃないですか。すごかった。そう、うん、で俺たちもやっぱり予選勝って、うん、でそしたらテレビに引っ張りだこね、すごい、すごかったですよね。だってフレンドパークだっけな、俺パジェロ取ったからね。パジェロ取ったの。パーゼロ、パーゼロ当てちゃったから。うえー、すげえ。だってさ、ワールドカップ出る前は全然呼ばれないよ俺たち。何にも呼ばれない、ね、何にも呼ばれないけど、でもその権利を取っただけで、もうやっぱり本当に時の人になっちゃったからね。まあジョンもそうかもしれないですけど、僕はまず浦和レッズで、まあいっぱい初戦前方言いましたけど、うん、やっぱ目指してるの福田さんだったんですよ。おお、そうなんだね。福田さんのとこに追いつけば、もしかしたら、もしかしたら日本代表に選ばれるかもしれない、うん、ね、選んでいただいて、でその時次カズさんですよ、うん、カズさんに告げついたら、うん、CM 出れるかもしれないってなったの。ああ、確かにね。そしたらさ、うん、ジョーとさ、うん、2人さ呼んでいただいてさ、そうだね、デカビだし出れたりとかさ、あ、だから目標の人がいたよね。まあ確かにそうだね、すごい人たちが。そうだね、うん、でもそこに追いつけばいろんなものがねついてきて、実際についてきたもんね、うん、本当に世界がガラッと変わりましたよね。だって
引っ張りだこだし、そういうこうテレビとか CM、うんうん、ね、いろんなものもそうだし、お店とかもそうだね。ちょっとご飯食べに行くとね、もう無料でどうぞとかね。そう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 、今までは本当そんなこと一切なかったね。一切なかった。あ、こちらにどうぞとかね、うん、わざわざ個室に通してくれたりとかね、うん、いろいろやっぱり世界がやっぱ変わってね。 でも実際に、まあ、結局、まあ、俺はね、うん、やっぱりこうエースとして戦わす、ね、うん、させていただいて、で結果が残んなくてさ、で空港に帰ってきてね、水をかけられたとかさ、いろいろあったけど、でもそれ以上になんか本当にアルゼンチン、クロアチアね、この辺り、まあジャマイカはちょっと別として、うん、そうアルゼンチンと戦えるなんてなかったですもんね。ないね。だからあんなガチでね、うん、ガチンコで戦えて、まあ 1-0 でしたけど、やっぱり差はすごく感じたし、うんうん、この間日本とブラジルが国立に来た時もさ、うん、1-0 だったけど、全然差があったわけで、そうだよね、あれみたいなね、うん、差があって余計やっぱり選手だから肌で感じる部分もあるし、うん、そうなるとね、あ、これはかなわないわっていう、やっぱりそういうね形になりますからね。でもさ、ジョーはさ、すごいさ、俺はもうテレビでちょっと俺涙出ちゃったけどさ、うん、すげえエピソードあったじゃない、うん、あの水かけられてさ、うん、でジョーはさ、うん、まあ、カズさんがさ、あのスイスのさ、キャンプでさ、うん、北澤さんとさ、外された時にさ、うん、でジョーがもうエースになったわけじゃない、うんうん、で点取れなかったかもしれないけど、うん、そんならしょうがないじゃない、それはそうじゃん、相手が相手だし、うん、であの時にさ、カズさんから連絡があったんでしょ。そう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 、ね、水かけられてね、すごいよね。いや、カズさんって俺やっぱすげえなと思うよね、うん、あれはちょっとね、涙、うん、今も出そうだもん、うんうん、帰ってきて、で俺水かけられて車でね、うん、あの帰って、でその時にもう家に帰ろうと思ったんだけど、うん、もうむしゃくしゃしてて自分の中で、うん、で結果残んないからもう練習したいって言って、手前のその人が迎えに来てくれたから、そのままグラウンドに行って練習する風にしたんだけど、うん、その道中にね、携帯電話で連絡かかってきて、で、あ、しかし大丈夫かみたいな感じでね、んでエースってやっぱりそういうもんなんだよと、もうだから負けないで頑張れよ、そうだよね、普通あのメンバーから外されて、これショックだよね、うん、そうだけど、そこで最後そういう形で言えるって、多分俺は言えないと思う、逆の立場だったら ね、めっちゃかっこいいね。そう、さすがキングだよね、あの人ですね、うん、やっぱ俺ダメだね、うんこの話も。いや本当にダメめっちゃ俺あれもうジョーがさ、なんかテレビの番組で言ってる時にさ、マジ感動しちゃってさ、すげえ人なんだなって思ったね。いやでも本当にカズさんも多分いろんな経験をされてね、多分来てるからそこまでできたんだと思うし、まあずっと絶対的なエースだったからね。そうそうよ、だってまさか外されると思わなかったもんね。思わないよ、話したんだもん、俺とか岡野くんとかいろいろ話してて、でフォワードがね、ロペスがいて、中山さん、ゴンさんいて、カズさんいるからね、だから俺たちが多分外れたりして、うん、で市川はやっぱりね若かったから、だから外れんじゃないかと、うん、そんな話もしてたんですね。ずっとしてたよ。そう、ずっとしてた。でも外れても帯同はできるってね、うん、言われてたから、まあ、そこに いるだけでも幸せだったから、ね、そう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 、うん、そんな俺たちレベルだったから、うん、だからそうね、しようぜって話をしてたら、うん、いきなり急にね、うん、突然でしたもんね、あれ発表もね。でカズさんたちも会えずにね、会えずに、そう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 、だけどやっぱり最終的にはそういう形でね、うん、サポートしてくれるカズさんってやっぱりすげえなってね、すごい、ああ本当に。だけどワールドカップちょっとあれだけどもうひどいのよ、あのね、チャーター機で行くんだよね、いろんなところで遠征行った時に、俺どこだっけな、どっかの時に帰り帰ってくる時にね、あ、決めた時だ、うん、ジョホールバルで決めて、それでチャーター機で日本に帰ってくる時だ、うんうんうん、でみんなもう落ち着いて、それでいや帰るぞってなった時に、うん、まあお酒をね、うん、飲んでもいいみたいな感じになったんだよね、うん、お酒をこう飛行機の中でこう飲んでたら、お酒が足りねえって言い出して、であのキャビンアテンダントの人に、もっと追ってこいとかっつって言ったら、もうありませんみたいな感じになっちゃって、で俺たちうるさかったから、だから呼ばれて、あのキャビンアテンダントさんがさ、全部こういろんなものをお湯入れたりとかさ、作るとこあるでしょ、あそこにさ、みんなでわーって行って、あそこに座って、でみんなで飲んだの覚えてます、あれ。そんなことあったそんなことあった全部の飛行機にある、そんなのあったか、そう、乗せてる、あの全部お酒が全部なくなったの。そのぐらいあそこで座って飲んだんですよ。もう全然覚えてないでしょ。全然覚えてない、もうベロベロだったもん、もう
で気圧でやっぱりさ、こうやっぱり酔いやすくなってるね。そう。でもそれでキャビンやってるんですよ。怒られたの知ってます？いつも怒られてる。いやいつも怒られてる。そうなんだけど。今でも怒られてる。そう今でも怒られるんだけど、そうここは飲み屋じゃないですって言われて、すげえ怒られちゃって、そうそう。さあでもね、うん、あれよカタールよ。カタールね。そうなんですよ。そうだ。いきなりもうね、そっちに降ってきたんだ。下手くそだよね、本当にね。そう。カタール。そうですね。もうね、もう、まあ、俺らがその初めて出てけど、ずっと出てて、うん、今回 ね。今回カタールね。え、最後ベスト16でしょ。そうですね。日本は。はい、そうです。だからベスト8を目標にしてっていうね。そう。だからこの間ほらベルギーでさ逆転されたけどさ。うんうん、あれがねまだ歴史の一歩だったんだけどさ、うん、でも俺らの時もそうだけど、ドーハの悲劇の後に初めて俺らが出たから、うん、そうだね、あるよね、まあ、あるかもしれないよね、うん、でもさ今回楽しみだね。楽しみ。スペインドイツって、うん、そう、これはすごいチームとやれるからね。あれどう思う？いや俺は多分だけど勝てないと思う。まあそうだよ、もうもちろんそう。そうだよって言ってもじゃもちろんだけどさ、うん、なんか逆にさ、うん、分かんなくねっていう。ああ、だからもちろん、うん、そりゃそれ実力で言ったらさ、うん、すげえ強いじゃない、うん、強いだけどさ、なんか怒りそうっちゃ怒りそうな感じするよね。そうね、初戦がドイツ、うん、そうドイツなの。そこもしか、うん、勝ったら分かんないよね。そう、勝ったらもちろんそれは分かんないし、だってさロシアの時だってさ、うん、コロンビアにみんな勝てねえって言ったらさ、うん、勝ったわけじゃない。そうだね、確かに初戦ね。だけど俺はねちょっとドイツってやっぱりすごいこう、うん、なんていうのかな、もちろん選手の層もすごいけど、うん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 、やっぱりしたたかというか、そうだね、すごい硬い、そうだよね、チームだから日本人がすごく合うっていうのはそういう気質なんだよね。日本とすごい似てる気質がある国で、そう、勤勉さがあってっていうね、うん、だから俺これね初戦がスペインだったら俺ね勝てるかもしれないと思ったの。あ、そう。スペインって俺も経験したけど、うん、意外に緊張すごいするの。へー。でプレッシャーをすごく感じる。そう、結構人種が多くて、へー、それでちょっとうまくいかなくなるとこういざこざで、あの選手同士がこう言い合いになったりするの。お前のせいだとかこう、そうなんだ、ね、そういう結構そういうのが多いから、スペインが初戦で緊張感があって絶対落とせないしで格下とやるっていうね、うん、感じでいくと結構うまくいかなくなるんじゃないかなと思ったんだけど、抽選見た時にドイツがやっぱり初戦だって、うん、ドイツって手堅いから、まあそうだよね、そうだから何かが起きればさ面白いけど、ここはちょっと俺は、まあ、勝つとはいかないけど引き分けだったら最高だと思うんだよね、うんうん。まあ、岡野さん50歳になったけども、なるけども、まあ、ちょうどこの年代がね、これからのやっぱりこう日本の社会もね、どん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 やっぱりね、こう中心になっていくんでね、ぜひぜひ本当ガイナルも含めていろんなところでね、ぜひサポートしてもらってね、本当に本当熱い思いをぜひねこれプラスにしたいなってね思いますね。はい、ズバリ岡野くん、ワールドカップね、カタール何勝何敗で考えてますか？まあ一勝でもね、うん、岡田さんが言ったら一勝一敗一分けみたいな、うん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 、ありえるかなと。あ、ファイナルアンサーで、それでまあギリギリなんかいける、うん、もつれていける、もつれていけるかなって感じかな。そう、なんかありそう、ありそうな感じね。俺はすごく楽しみなのは、その強豪が、うん、の組に入ったのはめっちゃ楽しみ。そう、どういう戦いになってね、うんうん、どうなるか分かんないっていうね、うん、そっかそっか。あのね、ファイナルアンサーはそれタイミング違うからねそうそうそう、すごい恥ずかしそうにしてましたずっとなんで岡野くんでその一勝一敗一分けって言ったでしょ、したらいきなりファイナルアンサーって言ったんですよ、うん、そうだけど完全無視して話したんで、うん、そうすごい恥ずかしそうな。ファイナルアンサーもう一回言ってください。もう一回言ってください。もういいですもういいです恥ずかしくなっちゃったよまあ、だからあと 俺も本当に希望を持ってね、やっぱり結構難しいと思うんだよ、強豪国だしね、はいはいはい、そうだけどやっぱり本当に一生コスタリカには俺絶対勝ってほしい、うんうんうね、ここしか多分勝てるちょっと要素があんまり見つからない、うん、ちょっと初戦ドイツは俺やっぱりちょっと難しいと思うんだよね。だからこれ1敗するで、最後スペインと引き分けで1勝1敗1分けで、今度得失点差が今度絡んでくるでしょ。そうね、でこれでどうなるかっていうのがちょっと一番
ちょっと手堅い感じなのかなって予想はね、うんうん、だから皆さんもいろいろね予想していただいて、まあね、はい、まあ楽しむことがね大事だから、そう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 、だからいろんなことを意見がね出しちゃっていいと思うんでね、ぜひ今年もねワールドカップ応援したいと思います、ぜひお願いします、本当に、いや本当にいろいろな期間はね本当にいっぱいジョーチャンネル出ていただいて、いや本当ありがとうございます、いや本当にありがとうございます、いやいやもうめっちゃ嬉しいですよ、俺ジョーチャンネルも大好きで見てて、いや本当にね本当にね、あの出させていただいて、いやいや、いや僕も本当にこういろんなあの選手が今までの OB がやってる YouTube チャンネル出させていただきましたけど、はい、今日ねちょっと話しすぎちゃった、話しすぎちゃった最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。